マインドを持った人はみんなプロレス仲間であります。今日はね、暑いけども、さあ、受け継いだ愛子さんをお招きしての今後の全日本プロレス中継、本戦の方でもお楽しみいただきたいと思います。チーム三冠王ジャンボ鶴ちゃん、世界タッグチャンピオンとなりました、ニューチャンピオン三沢光晴との対決となりました。さあ、勝者です。いろんなことがありました。最終戦、松戸市運動公園第1回プロレスファンは自分が取ってきたたくさんの夢を強く子供たちに託してまいります。さあ、すごい試合を見せてほしい激戦白熱、ここに男の夏があります。三冠王ジャンボ鶴ちゃん登場してまいりました。今日は藤場総武、小川義成とチームを作っております。今、贈呈しちゃうんですか。この一本勝負メインイベント、セリアイドラッツ、アステルカラーの夏、ノルコーの夏、国際シップの夏、ノルコーの夏が見えてくる夏はどんな夏でしょうか。そして藤川総武、鈴木の手、どんな夢をパートとしているんでしょうか。さあ、三沢光晴、29歳の夏、その夏は思い出の夏、素晴らしい夏となりました。ついに悲願の世界タッグタイトル王座奪取いたしました。三沢光晴、そして河村俊明、あの日あの時の思いが近い決心が10年間ちっとも及ばせずに三沢光晴の魂の中に入っておりました。さあ、三沢光晴、嬉しい花道です。王座を金沢で奪取して、世界の王座を奪取して、そして関東地区に凱旋してまいりました。花吹雪の中、なかなか前に進みません。大選手がリングの中やってまいりました。その次あたりに川田選手が来そうですよ。リング上ジャンボ鶴が待っています。今日からまた新しい対決がこの松戸から始まるばかりであります。やってまいりました。両陣横浜の黄金のベルトの感触がじわじわと三沢光晴の心を熱くしているのでしょう。川田が入場、三沢が入場、ニュー世界タッグチャンピオン、そして元気満々の菊池剛もいます。60分一本勝負、サマーアクションシリーズ最終戦メインイベント、6面タッグマッチ、愛子さんから今、河村俊明選手に豪華な花束が贈られました。表情は変わりません、河村俊明。さあ、いよいよ本日のメインイベントだ。でしたね。抜擢した馬場さんとしてもあれは嬉しいでしょうね。でしょうね。一
えに応えています菊池剛。しかし菊池も百戦錬磨、誕生が起きます。そして今度は小野が、おっと三沢が、やはり左膝のダメージがかなり強いんでしょう。サイドは薄くまっています。三沢が今戦線離脱の状態、川田が気遣っております。ちょうど小橋が今逮捕してますね。あ、そうですね、同じ調整内の小橋前に落とす。さあそのまま脅しました、バスターしました。そしてジャックナイフスタイル、ジャックナイフスタイル、今自分の体が一回ここ数で返しました、はい、ジャックナイフの状態がジャックナイフ、はい、来てます。先生に生きなる効果、ドロップ、小川球中打っていきました。先輩後輩、もちろん先輩は小川、全日本プロレスの寮長を務めます。さあ今度はジャンボ鶴田です。ほら今三沢がエプロンに登ってまいりました。川田も引きしております。さあベルボーラー、これで反省ボディーが1位についたこともあるんです。小さいからベルボーラーの一撃、すぐ販売会社、販売会社、おいこれオブラシー、ますよね。そうですね、手を当てがいました。腰をもうどんどん痛めつけてやろうという鶴田。60分ですからね、60分やんないでしょう。さあ今度は菊池が狙われそうです。三沢の次は菊池でしょうか。なんか一人一人調整台がやられていく、そんな感じですね。なんか潰されていく感じですね。ようなすぐ滑った形になりました。最終戦、世界中の攻防を叩かれている。うわ、腰を鉄則。菊池正信です。でしょ今、やっぱり深いのプロフェッショナルという感じがしますね。そうですね、だんだん赤く重荷ぐらい、そうですね。高橋さん、こういういらしい技の、はい、夏はもうですね、前週かなんか出したらこの淵選手何回も出てきそうですね。やっぱりうまいですよね。そうですよね、いくつも持っています。高橋ボーイズが泳ぎます。エンドライバー今のも時間を受けて高橋さん脳天をヒットしている。ここまで来るとね、球児の頑張りに本当に足が飛んでいます。見入っちゃって、さあこの会話を返したい菊池。小川が出てまいりました。鶴田、菊池、小川はタッチワークが非常に速い。アイルドライバー2連発になりました。手に挟める、ほら返せという三沢の大きな声。ドリルアホール、ドリル、そしてうなるような川田の激励。菊池に届いているでしょうか。ドリルアホール、穴を掘る、オープン飛ばしてラリアット、ちょっと不十分ですが、そのままこれはこれを狙っていたか。同時メスリーパー、スリーパーホール。さあ菊池、これはサードローと流れております。ジャンボのタッチです。ジャンボさんまだあんまり目立ってないですね。これからの選手が今度はどんな攻めだ。できたぞ。あ、ダメなのか。見えちゃう。
そういう立場になります。下から離れて、下から折り返せば体重は預けだ。今度は押されずに行け、ダメだ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 。トランクスを引っ張ります。日の丸タイツを引っ張ります。内政信です。あー届かない、あと少し、届きたい、届いた、危ないとかなんですよ。デインジャラスピーポーですからね。
今日の鶴田、つまみが危ないですよ。今は後ろを打っています。さあこれから夏の戦いが変わりやでしょう。折り上がりこの試食よろしく。手は飛び出しを超えるんですがね、これも折り上がりこの試ですよね。やったですね。さあこれを三段にやった。大体の好調といいますか、疲れ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